アメリカの CDC 疾病対策センターは27日新型コロナの陽性者に推奨する隔離期間を見直すと発表しました無症状の場合はこれまでの10日間の隔離を5日間に短縮しその後5日間はマスクの着用を求めますワクチンの追加接種を受けた人は濃厚接触者でも隔離を不要にして10日間マスクの着用を求めますアメリカでは オミクロン株の感染拡大で必要な人員を確保できず飛行機の欠航やコロナ検査場の閉鎖などが起きていて人手不足を解消する狙いがあるとしています。